ドナルド・コーリー・パターソンは、アメリカ合衆国ジョージア州アトランタ出身の、プロ野球選手。右と左だ弟のエリック・パターソンもプロ野球選手。ジョージア州にあるハリソン高等学校に在学時の1998年に、シカゴ・カブスからドラフト一巡目で指名され入団。1999年に発表された、ベースボールアメリカの有望株ランキングで1位の、評価を受けた。 2000年の開幕を A 級のウェスト10ダイヤモンドジャックスで迎え22本塁打82打点を記録した。ここでのプレーオフ終了後メジャー昇格。9月18日にミルウォーキーブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。次の試合でメジャー初ヒットをフォアのアセベドからホームランで記録した。2001年はフルシーズンメジャーでプレーできなかったが 2002年は153試合に出場し打率253を記録した。2003年はさらに成績を上げ83試合までで打率298、55打点を記録していたが、7月6日のセントルイスカージナルス戦で左膝の人体帯を断裂する大怪我を負い、そのままシーズンを終了した。2004年157試合で打率。 266、24本類が72打点、32盗塁を挙げシーズン通して自己ベストを更新した。2005年は非常は見合った成績が挙げられず、7月7日トリプル A 級のアイオアカブスに落ち、8月9日にジェリー・ヘアストン、ジュニアが負傷したことを受けてメジャーに再昇格した。2006年1月9日にマイナーリーガー2選手とのトレードで、 ボルチモアオリオールズへ移籍した。ここでアメリカンリーグ3位の45盗塁を記録した。2007年終了後契約更新されなかった。2008年3月3日、シンシナティレッツとマイナー契約。シーズン開幕前に40人のロースターに登録された。開幕後は好調だったが徐々に調子を落とし出し、5月25日トリプル A 級のルイビルバッツに降格したが、 故障者が出たため一週間でメジャーに再昇格した。しかし調子は上がらずシーズンを終えた。12月18日、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約。2009年7月29日にナショナルズから戦力外通告を受けた。8月1日、ミルウォーキー・ブルワーズとマイナー契約。その後12月にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結ぶ。 2010年4月21日、ボルチモアオリオールズとマイナー契約。12月21日に、トロントブルージェイズとマイナー契約。2011年7月27日にブルージェイズ、シカゴホワイトソックス、セントルイスカージナルス間での三角トレードで、カージナルスに移籍。10月31日に、FA となる。2012年1月30日、ブルワーズに復帰。 11月3日に FA となった。2013年1月30日、ニューヨークメッツに入団。しかし3月30日に放出され、4月30日にシアトルマリナーズに入団。6月6日に再び放出され、6月21日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。11月5日に FA となった。ワシントン・ナショナルズ時代のパターソン。 ありがとうございます。